今回で9回目となる宗像国際環境会議、初日の今日最初に話し合われたのは、世界遺産に登録された自然や文化遺産などを脅かす環境問題でした。ご覧の映像は、おととい撮影された玄界灘の孤島、沖ノ島の様子です。かつては年に1回の大祭に限って一般人の上陸を認めていましたが、2017年に世界文化遺産に登録されたことで、交代で島に渡る宗像大社の神職を除いて、事実上の立ち入り禁止になっています。本土からおよそ60キロ離れ、保護のために厳しい制限を設けた神宿る島ですが、それでも流れ着く漁具などの海洋ごみが今、深刻な問題となっています。常に、世界遺産としての価値を守り続ける。で、さらにそのどう守り続けているのかっていうのが、ずっとチェックされ続けるんですよ。ユネスコに報告出さなきゃいけなくて。で、そういった努力を続けないと、世界遺産としてこう守り続けるっていうのが仕組みとしてもできないっていうのはあります。会議のパネリストの一人で RKB で放送中の番組世界遺産を制作する TBS テレビの堤啓太プロデューサーはこのように述べ、貴重な遺産を守る継続的な取り組みの必要性を訴えました。宗像国際環境会議は今日から3日間開かれ、他にも環境をめぐるさまざまなテーマで意見交換します。